明けましておめでとうございます。2017年12月31日をもちまして、アムちゃん3周年となりました。3周年か。途中ちょっと更新がねあまり多くなかった時期もあったんですが、こうやってね実況自体は3年続けられてこれて、たくさんね登録者数も増えて、 YouTube 以外にも公式のねゲームの実況なんかもさせてもらえたり、他の公式の番組に出させてもらえたりとか、すごく実況者としての活動の場が広がってですね、本当に YouTube チャンネルをね初めてこうやってね皆さんと交流できてよかったなと思っております。まあ次の4年目ももっとね面白い動画だったりライブだったりできるように頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆さんよろしくお願いします。で、3年をね迎えるにあたって、今後ね4年目どういう感じに頑張っていこうかなというのもあって、 Twitter でこんなねアンケートを取らせていただきました。 YouTube アムちゃんを見てくれてる皆さんが何をね楽しい好きって思って見てくれているのか、期待していることは何なのか聞きたいぞということで、 Twitter のアンケートを取らせていただきました。こっちだけ見てて Twitter 見てない人もいるかもしれないので、全部の視聴者さんのこう意見ではないかもしれないんですが、ある程度傾向が見えたんじゃないかと思います。まあ人数がね増えてくるとまたちょっと変動あるかもしれませんが、項目がゲームのプレイ内容攻略だったり、ゲーム知っている内容について見たいから、2つ目トークやゲーム以外の要素、なんかラジオ的な感じで喋ってるのが楽しいから、ゲーム以外の動画が楽しいからっていうので見ている。その3ガチャの結果をとりあえず見たい、どうだったのか、ガチャ動画はねいくつか上げているんですけどガチャの結果が見たい。そしてその4共闘配信ライブ配信に参加したくて、それが楽しくて見ているというね、この4つで聞きました。ところ結果はこちら、じゃじゃんという感じになりました。いやー、みんな思った以上にゲームの内容には興味ない12時間ね限定でアンケート募集してたんですけど、変動を見ていたところ、やっぱりこの2、3、4番目がこう競っている感じで進んでいましたね、ずっと。で、最終的に一番多かったのが 35%、 共闘ライブ配信を見たくってアムちゃんに来ている、登録してくれているというね皆さんが多かったようです。ちょっとでもね意外といえば意外だった、ライブ配信が一番なんだなっていう、一番楽しみにしてくれてる人が多いのかなっていうのが意外でした。これ編集好きなので、編集したものとかの方がもちろん見やすかったりとか声もね聞きやすかったりするんですけど、まあ、リアルに交流できるようなライブ配信とか一緒に共闘ね募集して入ったりして遊ぶのが楽しいって思ってくれているのかなというところでございます。まあ、ライブ配信は共闘だけじゃなくてただの雑談とかも含めなのかもしれないですけど、リアルタイムのね、まあ、フリートーク配信が皆さん聞きたいのかなとこの結果だけでね見ると思っております。で、同率に 27% がトーク、ゲーム以外の要素、ガチャの結果を見たいっていうことで、ダラダラ喋っているのも楽しんでもらえているんだろうかできるだけね内容をね見せるために頑張ってねカットしたりとかもしてるんですけど、ゲーム以外の要素も楽しんでくれているっていうのはすごい意外でしたね。あとガチャの結果を見たいっていう方は、ガチャ配信がねやっぱり再生数が多いっていうのもあるんですけど、ガチャを 見に来てくれてるっていう方はガチャだけ見てたり、ガチャ中心に見てくれてたりする人もいるのかもしれないですが、なんかこれはあるかなって思ってました。でもこれをライブ配信が上回ったのはちょっと意外だった。そして 11% ゲームプレイ内容、一応ゲーム実況者なんですが、ゲームのプレイ内容にはみんな興味があまりないということでねこれでゲーム実況者と名乗っていいのだろうかただね、みんな全体的に楽しんでくれているということで、このアンケートのね結果一応参考に
またもしね、こういうのが楽しくて見に来てくれてるよみたいなのがあったら、コメントにもぜひ書き込んでもらえたら、今後のね、参考になるので嬉しいなと思います。よろしくお願いします。まあ一応共闘とかライブ配信が楽しいって言ってくれてる人が今回多かったので、来年はちょっとライブ配信多めにしていこうかなとか、そういうのは考えています。あとトークとかね、ゲーム以外の要素も見たいっていうところだったんで、時々ゲーム以外の動画も上げてますけど、ゲームじゃないやつも上げながら、小太郎くんのね動画とかいろいろね他の動画も上げながらと、 YouTube チャンネルをね4年目頑張っていきたいと思いますね。チャンネル以外もね、ゲーム実況の公式をいただいたのが本当に増えました。なのでとね、実況者としてちゃんとしていかなきゃいけないなと思っておりますので、ちょっとしっかりね、ゲームの楽しさを、やっぱアンケートにも出てたけど、一緒に遊んだりゆるゆるねトークしながら楽しんでいるっていう、なんかゲームの遊び方をみんな共感してくれてるかなと思うので、自分なりのねゲームの楽しみ方でこれからもみんなにね楽しさを伝えていけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。そしてこのね3年間、まあ、途中からっていう人もいると思うんですけど、いつも動画を見てくださっている皆さんにお年玉プレゼントをしたいと思います。3年にちなんでね、 iTunes カードまたは Google プレイカード3000円分を3名様にプレゼントしたいと思います。iTunes カードか Google プレイカードの3000円分と、私がね描いたイラストのポストカード、こちらも3枚をつけて、ま、そのうちの1枚にちょっとメッセージとサインをね書かせてもらうっていうような形で、そちらをセットにして、合計3名の方に抽選でプレゼントしたいと思っております。応募方法なんですが、このチャンネルを、ま、登録していただいて、チャンネル登録を表示するっていうね項目があるんですけど、チャンネル登録がこちらに分かるようにチャンネル登録を表示するっていうのを、自分のページでオンにしてください。こっちからねチャンネル登録してるかなっていうのを一応ね当選した場合もチェックさせていただくので、いつも見ている方にやっぱりプレゼントしたいなというところで、チャンネル登録をしているということを、まあ条件にしたいと思います。もちろんね、このためにこのためにというか、この動画をきっかけにチャンネルをね登録してもらうのももちろん嬉しいんですが、今までね見てくれた方にこそプレゼントしたいなというのもあるので、2個目の条件として、コメントに、いつも見てますよみたいなコメントと、お年玉プレゼント希望ですっていう、この2つをね書いて足跡を残してもらえた方の中から厳正なる抽選をして3名様にプレゼントしたいと思います。当選した場合のやり取りもメッセージの方で、 YouTube のメッセージの方でさせていただくことになると思うので、当選してから Google のプレイカードがいいのか iTunes カードがいいのか聞きます。その後ねやり取りもさせていただきますが、よろしくお願いします。ということで、いやー、これからもね引き続きみんなに楽しんでもらえるように頑張っていきます。とりあえず3周年おめでとう&ありがとう、これからもよろしくね。ではアムでした。またね、バイバーイ。